ロールスロイスベントレールシリーズ v 八エンジンは、ロールスロイスが自社製乗用車向けに開発し、1五十九年から市販モデルに搭載した V 型八気筒オフガソリンエンジンで改良を受けて二千二十年六月までベントレー搭載用に生産が続けられた。クルー工場で製造されたこのエンジンは、導入後四十年間、ロールスロイスとベントレーのほとんどの自動車に採用され、 ベントレイ・ミュルザンヌにも採用されていた。1998年、BMW がロールス・ロイスの商標権を取得したことで、ロールス・ロイス・モーター・カーズは BMW から供給された V12 エンジンを使用し始めたが、フォルクスワーゲンの傘下にある、ベントレイ・モーターズ・リミテッドは、アルナージ、アズール、ブルックランズ、ミュルザンヌの各車種に L シリーズの高度改良されたバージョンを、 使用し続け、コンチネンタル GT、フライングスパー、ベンテイガの各車種には、バジ W-12 と V8 エンジンが使用されている。ロールスロイスベントレイ V8 は、シボレースモールブロックエンジンに次ぎ、史上2番目に長い生産実績を持つエンジンである。シボレースモールブロックエンジンは現在、交換用エンジンとしてしか存在せず、その後継である。 GMLS エンジンの基本設計とは無関係であることからロールスロイスベントレ V8 は工場から車両に搭載されてきた史上最長の生産実績を持つエンジンといえよう。最初の V8 エンジンは1904年にアメリカのマーモンウォーターカーカンパニーが開発した。しかしこれは試作的なもので乗用車には採用されなかった。翌1905年に ロールスロイスは世界で2番目の V8 エンジンをロールスロイス V8 レガリミット用に初公開したが当時のイギリスの法定制限速度である時速20マイルを超えないよう調速されていたこのエンジンは成功を収められずわずか3台しか製造されず1台しか販売されなかったがすぐに工場に戻され廃車となったキャデラックが V8 エンジンの量産車を 開発するまでにはさらに10年かかった。ロールスロイスは1931年にベントレーを買収し、一時は自社エンジンと並行してベントレーのエンジンを使用したが、いずれも V8 エンジンではなかった。第二次世界大戦前、ロールスロイスはファントム3用に7.3リッター V 型12気筒エンジンを開発した。このエンジンは、 イオエ式の B60 直列6気筒と B80 直列8気筒シリーズに引き継がれた。B80 はリムジンのファントム4に使用され、4.3リッターの B60 は1955年までロールスロイスシルバーレース、シルバードーン、ベントレーマーク6に使用されていた。百五十五年には b 六十のボアを拡大して、排気量を点九リッターに拡大し、 B61 として知られるようになった。台米輸出の推進とオートマチックトランスミッションの導入を背景に強力な新エンジンの必要性は1950年代初頭にロールスロイスによって認識され、1905年のロールスロイス V8 とは無関係の形で1952年に開発が開始された。その結果、L シリーズとして知られる一連の V8 エンジン。 より具体的には車の観光に沿った4.1インチのボアサイズを採用した L410 と呼ばれるエンジンが開発された。L410 の開発は1998年までのロールスロイスや21世紀に入ってからのベントレーを牽引してきた。ベントレーは1998年以降フォルクスワーゲンの参加にあり、その車群のために L410 の改良を続けてきた。 ロールスロイスは1998年3月に BMW 所有のブランドに移行し、ロールスロイスシルバーセラフに BMW 製の V12 エンジンを導入したことで L410 の使用を終了した。そのため、1998年以降、L410 エンジンの改良と使用はベントレーが担うことになった。その後も2010年には可変バルブタイミングと 気筒給紙システムを搭載したモデルがミュルザンヌに採用されるなど、60年以上にわたって、ベントレーの主力エンジンとして使用されたが、2020年6月、ミュルザンヌの最終モデルである30代限定のミュルザンヌ6.75エディションバイマリナーに搭載されたのを最後に生産を終了し、61年の歴史に幕を下ろした。L シリーズの V 型8気筒エンジンの分類は、 時系列で以下のようになっている。エンジンは、オーバーヘッドバルブ式で、角度は90度につけ、センターカムシャフト特サビ型の燃焼室を採用した。発売当初のボアストロークは4.1インチ3.6インチ、排気量は 6230cc で、これを切り上げて6.4リッターエンジンと呼称した。開発時、ロールスロイスベントレー V8 は、 アメリカのエンジンデザインのライセンスによるエンジンと噂されたが、ロールスロイスとベントレイのエンジニアによって自社開発された。ウェットライナー付きアルミニウム合金製シリンダーブロック、ギア駆動カムシャフト、アウトボード点火プラグ、ロールスロイス製航空機用エンジンのマーリンに影響されたポート加工などに自社設計の特徴がある。ボア間隔は 120.7mm で、 点火順序も1から5から4から8から6から3から7から2というアメリカ製 V8 エンジンにはどの時代にあっても珍しい形となっている。深いスカート状のクランクケースデザインもアメリカの V8 エンジンには珍しいものである。しかし、シルバークラウドのハイドラマティックやシルバーシャドウのターボハイドラマティックなどの代表例に見られるように ロールス・ロイスは1950年代からの自動変速機の導入にあたっては、ゼネラルモーターズ開発のトランスミッションを採用していた。船舶用エンジンは完全なパワーパックとして直販された。4000rpm で12時間連続で 220bitHP、4200rpm で 240bitHP のピーク出力が得られるとされていた。 クランクシャフトの回転方向は左減、右減のプロペラに合わせて選べるようになっていた。エンジン冷却は海水を組み上げる熱交換器を備えたクローズドループグリコールであった。ボルグワーナーのベルベットドライブギアボックスが装備されていた。搭載車種生産1968年に発表された1971年モデルから V8 エンジンのストロークは3.6から3.9インチに拡大され、エンジン排気量は 6750cc に増加した。6&3 クォーターリッター、または単に 6&3 クォーターとして知られている。このエンジンはすべてのバージョンの中で最も広く使用され、よく知られており、おそらくローバー V8 エンジンを除き、最も知られる。 イギリスの V8 エンジンである。6.75リッターの排気量は6.25リッターを上回るものになったが、当初はトルクの増大に重点が置かれていたため、さほど大きな意味を持つものではなかった。1987年に導入された1から3から、7から2から6から5から4から8という新たな点火順序は、最も注目すべき変更点の一つである。 チューニングの改善とターボチャージャーの追加により6.75リッターは世界で最もパワフルな自動車用エンジンの一つとなりスポーツカーメーカーとしてベントレイのイメージを大きく向上させたエンジンの進化は段階的かつ継続的に行われ2006年には1959年以来のすべてのエンジン部品仕様が完了され最終型のツインターボ6.75リッターエンジンが 誕生した。最終型のツインターボ6.75リッターエンジンは、エンジンの馬力とトルクが発売当初に比べて150%以上、増加、燃費は40%改善、排気ガス排出量は99.5%減少している。ブルックランズやミュルザンヌでは、6.75リッターエンジンの馬力は395キロワット、トルクは 1050Nm となっている。 ベントレーミルザンヌに搭載されている63、4リッター 512PS のエンジンは、クルー工場で製造され、組み立てに30時間近くが費やされる。ツインターボ V8 エンジンは、段階的に廃止されると報じられていた。部品は、シュロップシャー・シューブリッジノースのグレインジャーアロー社で、鋳造されており、英国シュロップシャー・シューテルフォードにある同社の機械、加工施設で完全に、 機械加工され、部分的に組み立てられていた。搭載車主制さん、ありがとうございます。